動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子ワオシンです。この動画面白いと思っていただけたらコメント高評価チャンネル登録をお願いします。さて2泊3日岐阜旅行の第3話始めたいと思います。今回の目的地は白川郷。行きたいって人いっぱいいると思うんですよ。でも行けないって人もたくさんいると思います。安心してください。めちゃめちゃ交通の便のいいところにミニ白川郷を僕見つけちゃいました。これがこちらです。下呂温泉合掌村見てください。いろんなことができます。もちろん食事どころもあって足湯まであるという。というわけで今回はこの下呂温泉合掌村を満喫していきたいなと。一体どんなとこなんだろうなということで見てみたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。では今回の旅も始めていきましょう。ですね、早速トラブルといいますかちょっとありまして、実を言うと高山が今日の最終的な目的地なんですけれども、この関係上ですね17時4分には高山行きの電車が来ます。この電車に乗らないと次は8時台の電車になってしまって相当遅くなります。なのでこの下呂温泉の滞在時間リミットタイム、この1時間でやらなきゃいけません。なんとかその1時間という短い時間の間に下呂温泉合掌村を見ていきたいなと思っております。そのためには歩いてなんかいられません。公共交通機関をとにかく探すしかないんですね。でその公共交通機関が早く来ないかなということで待っているような状況です。コインロッカー見つけました。1回の使用料600円ですが、これ崩さないとダメパターンですね。どっかでまあ喉も渇いてますし、ドリンク買ってそのついででコインロッカー使いましょう。すぐ近くに下呂温泉の観光案内所がありまして、そこで千円札を100円玉に両替していただけました。さて早速このコインロッカーにこの大きなキャリーケース預けていきたいと思います。この子も入れていきます。無事に収まりました。鍵を、というか鍵の前にお金を入れなくてはいけない。ではここに600円ありますので出ていきます。これであとは鍵をちゃんとかけて、はい、これで身軽になりました。あ、タクシーが来ました。あれに乗り込みたいと思います。タクシー、というわけでやってまいりました。この下呂温泉合掌村、実際に白川郷にある建屋を9棟そっくりそのまま下呂温泉に移築してできたテーマパークなんだそうです。でもう時間が押してます。早くしないと次の高山行きの17時4分の電車に間に合わなくなります。早くチケットを買ってぐるりと中を見て回りましょう。いきます。あのチケットを1枚いただきたいです。ありがとうございます。チケットゲットできました。そしてこちらがパンフレットです。あの大事なこと、白鷺座の隣にコーヒーショップあるらしくて、合掌茶屋さん見てください。400円のものが350円に50円のお安くなって利用できるそうなんで、これもちょっと時間があれば行ってみたいと思います。行きましょう。では早速下呂温泉合掌村の中へ入っていきましょう。お、これは何だろう。林羅山、下呂温泉が三名泉の一つに呼ばれたのはこの方が気候監視衆で下呂を三名泉と歌ったからと言われている。このまま書いてある通りなんですけどね。なんだそうです。さあ行きましょう。あーすごい、鯉のぼりが、鯉のぼりがゆらゆら踊ってる。着物男子らしからぬはしゃぎっぷり、失礼しました。でもねいいですよこれ。ほらここには見てください、合掌の手だ、足湯じゃなくて手の湯だそうです。ちょっとやってみましょうか。手を入れてみよう。あ、本当だ、あったかい、本当にあったかい。でね、ここからお湯が出てます。見えるかな、ブクブクブクってお湯が出てます。しかもちゃんとカエルさんが見守ってる合掌の手湯でした。はい、さっき言ったのはここですね。この園芸館白鷺座のすぐ隣の方の合掌茶屋さんの方でコーヒーが安くいただけるそうなんで、あとお蕎麦もいただけるそうなんで、後で行ってみましょう。ここにはちゃんと売店もあるし、売店のほら作りも本当に合掌作りだ。お
合唱作りの意味分かってんのかよって言われたすいません分かってないです本当にごめんなさい民族資料館入ってみましょうかこんな感じになっていますよ幸せのなでポーズこれは頭をこう撫でたらいいのかな撫でてみました幸せになれるといいんですけどなりたいな幸せに、ここにはほら身の子とか昔ながらの生活用品とかもありますよ今日はちょっと時間がないので簡単に眺めるだけですあ、そうだちゃんと見てなかったけどこんな感じに向けになっててこれ本当に白川郷から移築したっていうのがびっくりですよねわかんなかったんですけどちゃんと全土ありましたよあやっぱりこうやって鯉のぼりがねひら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 踊ってるのが舞ってるのがねいいなって思いますねルート的にはこっち正解らしいこれが下呂温泉合掌村の夫婦杉だそうです確かに夫婦に見えるな立てず並んで仲良く下の方どうなんだろうあこれ下の方つながってますよつながってこういう風に2つに分かれてあだから夫婦杉って言うんだそっか分かれても心は届くみたいなこんな感じですか合掌の足湯これですね足湯こんな感じの足湯ですあちゃんと足湯タオル配布されてますよ後で借りましょうかハラ群落記念館こんなちゃんとした建物の中にあるんだ入ってみます群落っていうことは浄瑠璃の人形ってことですよねわあすごいひな人形だあこれ見てくださいよちょっとこれ見てくださいもうすぐ時期じゃないですかあやめいいのかな勝負ではないはずあやめでいいと思うんですけどねもう立派に咲いてますこっちは時期的に終わってるけどここなんかもねいいですねここは旧遠山家住宅これは板倉というのかなごめんなさい間違ってたらごめんなさいということでこういう立派な家があるらしいですなんかカン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 って音がしますけどこっちにはお食事処とかラーメンのお店とかあるみたいですあーこれいいですねあーこれいいなあーこれはすごいこんなのがあるんだまあちょっと時間の都合で今回はこの辺りは写真のみで雰囲気だけ味わっていただければと思います本当ごめんなさい旧大戸家住宅大戸郡白川村から昭和38年に原型のまま移築しましたすごっ原型のままこうやって移築ができるんだっていうことがすごいですすぐ近くにこんな立派なモミジの木が、まあ、今ちょっと青々としてますけど多分秋になったら見頃ですよでここの旧大戸家の住宅どうやら飛騨郷土館になってるみたいですちょっと中入ってみますかやっぱり土足が厳禁なのでスリッパが用意されてますあそこには模型で足のあれはお侍ではないかな豪農だと思うんですけどもはいいますねこんな急な階段なので足が悪い人足に自信のない方は2階へ上がるのは怪我の恐れがありますということでありますねこんなのもありますよいいですよねこういうのは雰囲気があっていいなあ上にもあるんだいいですねじゃあ軽く1枚記念写真撮っていこうと思いますはいぼーっと見てたらマガモくんたちがお出迎えしてくれました何の警戒心もなくこっちにどんどん近づいてくる僕に近づいてきましたよ何を求めているのかおいカメラは触るなよではここでも記念撮影をしていきますそうしましたらかなり駆け足ではあるんですが最後にせっかくチケット売り場でコーヒーが50円引きになるチケットをいただいてますコーヒーをいただいてみたいと思います行きましょうこ
こが合掌茶屋だそうです。でびっくりしたんですけど、あそこに鯉の餌100円で売ってるんですよ。鯉の餌っていうと僕のふるさと鳥取県の延長園を思い出すじゃないですか。でも今回はごめんなさい、遠慮します。時間押してるんで本当に申し訳ない。もしよかったらやってみてください。はい、行きましょう。本当に予想外のことが起きてしまって、実はこの合掌茶屋に市役所の方がいらっしゃって、大変恐縮ながら自己紹介をさせていただきました。こういうことでね、観光事業の一助になればいいなって思ってます。もうちょっとしたらメニューが来ます。あとはお料理が来るのを待つだけですね。室内で、食べることにしました。ここからならね、こんな感じになってます。オーダーしたものが届きました。コーヒーとうちの今だそうです。これから笹寿司と刺身こんにゃくです。これで1050円、安い。お蕎麦の提供もあるんですが、これは15時までで終了です。お蕎麦食べたい方は早めに来て召し上がられることをお勧めします。じゃあ早速こちらのお料理いただいてみたいと思います。時間が押してますからね、早めにテキパキとやりましょう。予備のバッテリーをゲロエリに忘れてしまったら受けないと思います。いただきます。笹寿司ってこんな感じにちゃんと巻いてあるんです。こういう感じで開けていったらいいですかね。見てください、これ。ああ、美味しそうな鮭の乗ったお寿司が入ってますよ。これで1個分なんだそうです。いただきます。優しい味だ。笹にくるまれてるからなのかよくわからないけど、葉っぱにくるまれたことで優しい味になってる。続いてこちらの刺身こんにゃくいただきます。刺身こんにゃくといえば僕のチャンネルでナンバー2の再生回数稼いで勝つのは武道教の沿岸佐保さんを思い出しますね。もう1年前の話ですけど、いただきます。うん、この素朴な味が本当にいい。あとラスト1個、酢飯だけになっちゃってますけど、これいただきます。この漬物との相性が抜群だな。今度はこれをいただきましょう。土地のみパン、熱々です。熱い。あ、するけど中ホクホク。あとね、このコーヒーは頼めば全部入れて出してくださるそうですよ。慌てて一気に食べてしまった。お座敷もないですね。ビールが欲しくなる。欲しくなっちゃってビール頼んじゃいました。こちら400円です。では開けていきます。いい音だ。ついでいきますよ。今回の動画いかがだったでしょうか。もしよかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。